アンドレアス・ニコラウス・フェッターは、ドイツのオルガニスト、作曲家。フェッターは、現在のチューリンゲン州に位置するヘルシュドルフに生まれた。最初の音楽教育を、ニュルンベルクのゲオルク・カスパー・ベッカーから受け、1683年から1688年には、ルドルシュタットのギムナジウムに通った。続いて、エアフルトへ赴いて、ヨハンパ・ヘルベルの下で研鑽を積むと、 1690年に、シュトゥットガルトへと移った死の後を継いで、プレディナー教会のオルガニストに就任する。この時期、フェッターは、エアフルト大学に在籍していたものと思われる。1691年7月に、ヨハン・ハインリヒブット・シュテットへと職を譲り、自らは、ルドルシュタットに戻って、城のオルガニストとなった。フェッターは、後年、政府の政策立案者。 教会の代理人、ページの監督者に任用される栄誉に預かった。フェッターの作品には、自由なオルガン作品群、ズン・フロハン・エンファング・グロス・ハーツック・スカール・フストン、プリーマスと題された、還元学と合唱の作品などがあったものの、これらは、第二次世界大戦の戦火により失われてしまい、現存する作品は、ごくわずかである。ベルリン州立図書館収蔵の資料。 ムス、4035によると、かつて、ヨハンゼ・バスティアンバッハの作品であるとされていた、アライン・ゴット・イン・デア・ HH ・セイ・エー・ハールに、基づくオルガンのためのパルティータ BWV771 の、第3、第8変装は、フェッターの手になるものであるという。全17節すべてが彼の作品である、可能性もあるだろう。南ドイツオルガン学派の伝統をクミコラールへ、 作曲された彼のオルガン曲は、G ・フローチャー編の、オーガ・クラルーム・ジョー、セブ・バッハの最新のエディション、並びに、E ー・コーイーマン編の、アンドレアス・ニコロ・ー・スベッター、カール・バベ・キンガンに掲載されている。これらの作品の奏功も、多くが第二次世界大戦中に失われている。オルガンのためのコラール前奏曲、ありがとうございます。